んにちは、編み物ジャーニーです。今日も大分の編み物部屋からお伝えしています。先日編んでいたオパールのぽっちゃりくんで編んだ腹巻き帽子が完成しました。一玉でこんな風に編めます。ここはガーター編みで、波のように、これ海っていう名前のなんですけど、ちょっと主人のエッグウォーマーに、こう男性でも厚みがあるし嫌にならない色合いだと思うんですよね。でスポッとかぶるだけ、これプレゼントにしたいと思います。これ編めたので、今日お伝えと、ちょっと悲しいことというかびっくりすることがあったので、それについてお話ししたいかったのと、新しく編み始めたものがあります。この表編みば、メリヤス編みを編んでいたらチェックの模様になるという、ですね、名前がマジックダイヤモンドっていう糸、こんなチェックが出る糸を使って編んでいます。編み始めたんですね。スペインの糸だそうで、パンフレットはもうこんな、何を書いているかわからないんですけど、パピーさんから発売されているので編み図もちゃんとあって、このこれは一玉でネックウォーマー編みます。こんな大きな糸でネックウォーマー編もうと思っていて、パンフレットには色がこんだけありますよっていうの、これ多分配られているので出していいと思うんですけど、私はこれで編んでます。編み方は23目でメリヤス編みなので単純なんですけど、こうやってしゃべりながら、おしゃべりしながら編むにはちょっと数を真剣に数えないといけないので、今日はやめます。これの編み方、私がこう印の付け方とか目数の数え方とかを間違えにくくしているコツというかポイントは今度また動画でお伝えしたいと思います。なのでいつものように、やっぱりこの無心になれるハンカチタオルをおしゃべりしながらも編めるものをちょっと編みながらお伝えしようと思います。これもガーター編みなので、もうずっと何も考えずに、目数も考えずに表編みばっかり回してます。これからはいろんな素敵な模様が出る編み方もご紹介できたらなと思っているので、楽しみにしてくださいね。そして今日お伝えしようと思ってた一つのこと、とても驚くことが起きてしまったんです。もうこの世は自分で作っている、自分の気持ちが幻想を作り出しているっていう宇宙の法則があるんですけど、そう思いたいし思ってるけれども、とてもそう思うにも困難な状況というか、びっくりすることが起きてしまいました。それは職場の保育園での同僚が突然脳梗塞、くも膜下脳梗塞で、もう光の国にお帰りになってしまいました。あまりに突然のことで、もう連絡聞いた時には心臓が止まるかと思ったんですけど、私のですね、飛び出るかと思ったんですけど、硬直して声も出ずに、夢、未だにそうですね、夢じゃないかって思います。ご家族亡くした方とか、親しい人をこうやって亡くした方の感覚って、あ
まりにも突然のことすぎてもう受け入れられない夢心地というかその状態なんだろうなと察するしかないんですよね。私にとっては職場の同僚上司であるんですけれども、昨日まで普通に会話して元気だった方が突然もうこの世に体この世の体を卒業したっていう事実、それは事実なんですよね。そこを魂の世界をお話知ってるから体から離れただけということとか、魂は生きている死なないっていうことも頭では分かってるんですけれども、なかなかそうは言ってもっていうところを、特にお若い方なんです。年齢は関係ないと思うんですけど、30代でおそらく新婚さんでこれからっていう時にご主人を亡くされた、保育士さんは男性なんですね。ご主人を亡くされた奥様、若くして未亡人になられた方の方の気持ちを私はすごく感じてしまって、そこの気持ち考えるとも涙が溢れるんですよね。自分もしも自分にっていうか重ね合わせてしまうんですよね。どうしても旦那さん亡くした人の気持ちっていうのはもう計り知れない、今話してても鳥肌が止まらないんですけど、それでもその乗り越えられないことは自分で設定して生まれてきていないし、その光の国に変えられた魂も全て自分がこの世に生まれる時に選んできた、全て設定してきたことなので、その設定してきたことをクリアされてから光に変えるのか、もうこの日この時間このタイミングでっていうタイムリミットというか、それを決めて生まれてきたのかはもう誰にもわからないんです。人生の設計図っていう天体式数図を見ても、その時間とかどんなことで病気で事故で何でっていうのはもう自分の心の奥深くもう記憶にないところで設定してきているので、わからない頃こそこの地球の生き方を楽しむっていうところなんですけど、ちょっとびっくりしすぎてもう声言葉にもならないんですけれども、このタイミングでこうその出来事を私自身にと受け取ると、私の周りで同僚というか若い日から同僚というか、私はパートで正社員の方だったので上司に渡るんですけど、一緒に共に働いてきた時間は短いんですけれども、仲間がっていうことを思うと、私の身に起きてきたことからにも意味があるというか、あまり意味深く考える必要ないけど、その出来事を私がどう感じるかっていうことについては大事なこのタイミングだったんだと思います。生きているだけでありがたいって私思って、難病もあるし障害も内部の障害があるので、もう生きてるだけでありがたいっていうのは日々感じているし感謝もしているし周りにも伝えるようにはしてるんですけれども、それ以上に生きてるって奇跡だなと、毎日があること、明日があることは本当に奇跡なんだっていうことを、もうたくさんの方、今日本で起きている震災とか大きな
天災震災被災者の方にも通じると思うんですけど、あの家があること、食べるものがあること、家族がいること、何一つ当たり前じゃないんだっていうことを改めて実感させられる出来事だったんですね、私には、うん、で主人にも毎日毎回顔を合わせるたびに、今は特にですけど、その出来事があってもハグしてありがとう大好きっていうのも伝えるようにしてるし、出会った人には常に笑顔で優しく言葉を、っていうか楽しい会話をできるように心がけたいし、もうあの光の国に帰った時にどうあの聞かれるかっていう、あの天国とか地獄がもしあるとしたらですけどね、それも全てその人の頭の中で描いている妄想というか、そこに行けるんですけど、質問されるとしたら楽しく行きましたかっていう聞かれるんですよね。お金いくら持ってますかとか、どんだけ働きましたかとかじゃなくて、最後の時に楽しかったですか、地球で楽しみましたかって聞かれるらしいんですね。その時に十分楽しみましたっていうこと、イコール十分経験しました、やりたいことは やり尽くしました、経験が全て地球に生まれてきた意味だと思うし、その経験っていうのはものすごいことを成し遂げるとかじゃなくて、日々を楽しむこと、こういうびっくりする出来事とか驚くような出来事とか、もうとても乗り越えられないと思うような出来事さえも、この世を楽しむための出来事であるので、そこからどう喜びに結びつけるか、それでもどうやって喜びにつなげ楽しい日々を送るのか、そうあってでも生き抜くところに魂は設定してあるんですね。その奥様の、さっきほどお話しした奥様のことであれば、ご主人を若くして亡くされるっていうことを設定されてきているので、乗り越えられるからこそ神様はそういうことを与えてくる、その方には乗り越えられる素晴らしい魂とか能力っていうか、能力じゃないですね、魂の成長をそこで成しできるという、神様から与えられた乗り越えられない壁は与えられないので、そこをクリアできるからこその出来事と、私はそう思うとしっくりくるので、この宇宙の法則を使って日々を楽しく生きることをしているんですけれども、そういう私の考えとか宇宙の法則からいくと、奥様は乗り越えられない壁ではないので、もうそれはもう私だったらもうな一生立ち直れないと思う、本当に一生立ち直れないと想像しただけで思うんですけど、そういう立場の人は世の中にはたくさんいるわけで、皆さん乗り越えられて日々を楽しむ、最初は努力がいるかもです、日々を楽しむ努力をしながら、毎日泣きながらも超えていく思っただけで辛いんですけど、きっと大丈夫だと思うので、なんかもうこの出来事をお伝えしてこうやって通りたかったんですよね、辛いんですけど。なのでまあ無理にするな、映画を作ることないんですけど、お伝えしようと思いました。編み物、これがあると乗り越えられると思います、私はですね。最後変な涙になってしまいましたけど、
また撮ります。